25時ナイトコードで朝日奈真冬ゆきという名前で曲を作って投稿してたら25に勧誘、作詞やミックスを担当している。高校では日の森雫と同じ弓道部に所属、真冬でも的は外さない。1年生からクラス委員で成績も優秀、人柄も明るく気配り上手で誰からも頼られる。好き嫌いもなく好物はお母さんの手料理、趣味は優雅なアクアリウム。文武両道、才色兼備という言葉は彼女のためにあるだろう。しかしそれは彼女の表の姿に過ぎない。実は彼女は自分や人の感情が全く理解できない、同時に味覚も失っていた。真冬がこうなってしまった原因は母親にあった。真冬の将来を思うがあまり真冬の交友関係を心配し、真冬が迷子になったらまず自分の言うことを聞かない悪い子になったんじゃないかと心配する。絵に描いたような毒親によってお母さんのためにいい子になろうとした結果、他人ばかりを考え本当の自分を抑えるようになり、何が好きだったのか、何がしたかったのか、自分はどこにいるのだろう。今の朝日奈真冬になってしまった。本当は看護師になりたかった。だが両親や友人は医者を勧めるからそっちにした。本当はゲームセンターに行きたかった。だが優等生は部活や勉強が忙しいだろうから行かなかった。しかし25に入ってからは素の自分を出せるようになり、自分の考えを前よりは素直に吐き出すようになっていった。真冬が変わり始めるきっかけはあるイベントで、奏が真冬のために作った曲を聴いてからだった。その曲に何か温かさを感じた真冬はその後風邪で倒れ、奏に看病されながら幼い頃母親に風邪でリンゴを食べさせてもらった夢を見た。それはあの曲を聴いた時の温かい気持ちとよく似ていた。真冬に笑ってほしい思いで曲を作ったという奏の話を聞いた真冬は数日後、新曲の歌詞を全員に披露した。その歌詞は誰かを思うような温かい感じがした。彼女のやりたいことはまだ見つかっていない。しかしある日真冬はピアノを弾きたくなった。なぜ急にピアノを弾きたくなったのか。実はその前に彼女は迷子になった女の子を助けていた。ありがとうと言った女の子の笑顔に何を感じたのか、それはまだ本人にしかわからない。しかしピアノを弾く彼女はほんの少し笑っていた。